どうも、りょうまです。今回もこちらのジャッジアイズ死神のユニコーンの続きをやっていこうと思います。これスマホの機能でカメラがあって、初めて今起動したんですけど、見てください。これ矢神さんがね、こんな至近距離で見れちゃうっていう。で、今ね、これちょっとね、ニコっていうね、お顔してるんですけど、これね、表情変えられるんですよ。ほら、これがあれかな、真顔で、これがなんかちょっとニコっとした感じで、これがちょっとね、なんかね、不機嫌っぽいね、感じのお顔でね、これがあれかな、あ、これがあれか、普通の顔で、これがなんかちょっとしょんぼりで、まあこれがいいね、笑ってる顔ね。これやばい、ずっと見てられるイケメンすぎて。あツーショット。これ、丸押すと撮れるのかな。おお、保存中。あ、見返せるんだ、これこうやって。え、やばい、ちょっと待って。これさ、このカメラ機能だけでさ、これ、めっちゃ遊べる気がするんだけど、ちょっと本編進めるよって話なんですけど、ちょっとだけ。そう、これね、外カメラだとこうやってちゃんとね、これ絶対気になるだろうな、こんなカメラ向けたら。ちょっと一枚だけ撮っといてあげるよ、マスターさん。はい。あーん、すごい。見てこれ。一生懸命お仕事してるところ。これこっちの人も撮っていこうか、せっかく。あ、全然こっち見ないよ。てかもういい加減進めるか。これカメラ機能ちょくちょく使おう。ということで今回はね、メインストーリーで、タクシーに向かってカムロ署、警察署に行く感じかな。てかこれ本当にあれなんだ。タクシー乗れるんだ。てかめちゃくちゃ美味しそう。こういうラーメン屋さんってさ、あれだよね、絶対美味しいよね。これあれかな、じゃあ一回タクシー乗り場まで行く感じかな。寿司三昧ってなかった今。これまんまじゃん、寿司三昧って。寿司三昧ってあれだよね、なんかおいたんがさ、なんかこう手開いてさ、やってるあのお店だよね。ちなみに自分寿司三昧って一回も行ったことないな。これタクシー結構近くだよね、そんな遠くないよね。あー、待って。これ目的地は、これ何？あ、何箇所か。乗り場があるってことね。これさ、後ろの方が近くない？しかも、なんかチンピラが追っかけてきてる。やだ、ここ、本当に危ない街だな。ちょっと急いで逃げよう。ずっと追っかけていくんじゃん。あ、ちょっと待って、なんか自分道間違えてるっぽいな。こっちか。やばい、早くしないと。またチンピラに絡まれちゃうよ。やめて。ちょっと平和にタクシー乗って早く。警察署でいろいろあれなんだって。なんか取り調べ的なのしなきゃいけないんだって。なんか今もうダメだって言ってたな。みんな逃げて、危ないよ。ちょっとチンピラが追っかけてきてるから。お、あった、これか。これね、何、普通に乗ればいい感じ。これチンピラ来てるともしかして、あ、また乗れないパターンか。あ、よかった、終わった終わった。どちらまで行かれますか。お、初乗り410円になります。どちらまで行かれますか。すげえ、まあ、ちゃんといろいろこれ選べるんだ。あ、最初に行ったこのやらしいピンク通りもちゃんとある。ってことはあれよね、今回の目的地は。それでは、出発いたします。こっちだね。はい。あ、これあれか。そのなんか、車の中の映像とかはさすがに映んないのか。カムロ署面会場。いきなり面会するのこれ。うわ、あの人じゃん。よう、今夜はよく会うな、ターボ。笑ってもいいんだぜ。さっき会ったばっかだもんね。この人も来てる。源田法律事務所の新谷です。組の方からご依頼を受けまして。ああ、頼りにしてるぜ、新谷先生。本当にこの人殺してないのかな。俺らも仲良くやりましょうや。うちの親父と源田先生みてえに。ああ、そうですね。ちょっと困ってる。では早速ですが、いろいろ聞かせてください。話の裏取りや調査はこちらの矢神が進めます。あ、矢神さんがやるんだ。そりゃ頼もしいな。よろしくどうぞ。逮捕の理由は殺人ということでしたが、そのお心当たりはあるんでしょうか。でもやってないって言ってたんだもんね。ああ、お心当たり、怖い。実際に頭がやったのかってことです。どうなんです。もう担当直入に聞いたね。やってようがなかろうがよ、お前らの仕事は俺をここから出すことだ。違うか。いや、でも実際どうかかなり重要でしょう。違いますね。俺はもしあんたがやったって証拠を見つけたら
手を引くのか。いや、それを検察に渡してあんたを無所に送らせます。え、ふざけんな。てめえは殺人鬼だって無罪にしたんだろうが。うわ、それ言われちゃうのか。おい、ヤガミ。3年前、少なくとも大久保新平は無実の可能性が高かった。だから俺も信じることができた。ああ、それで信じちゃったんだ。でもその後大久保は恋人を刺して火までつけたじゃないか。そうだよね、やっちゃったんだもんね。ターボ、あん時お前は無罪取るって手柄に目がくらんだんだよ。だから人殺しかもしれねえって男を野放しにしただろ。正直に言えよ。違うでしょ。疑わしきは罰せずですよ。なら焼き殺された娘の親にもそう言ってみろ。それができねえから逃げたんだろ、弁護士って仕事からよ。うわ、めっちゃ言ってくんじゃん。事件の話に戻したいんですが、構いませんか。そうだよ、お話聞かなきゃね。ああ、いいぜ。お前もいいな。大変なお仕事だね、これ。くそ、これも仕事のうちってことか。わかったよ、続けてくれ。失礼しました。では、まず被害者は協力会組員で、名前は久米敏郎。久米敏郎は34。12月4日の早朝6時、ゴミ捨て場に死体があると110番通報がありました。これゴミ捨て行った人めっちゃたまげるじゃん。事件前に頭は被害者と揉めてたそうですね。あ、言ってたよね、そういえばね。なんで揉めてたの。警察は何か言ってませんでしたか。他にも頭を逮捕するだけの証拠があるとか。証拠なきゃそうだよね、逮捕できないよね。俺にわかるわけねえだろ。なあ、新谷先生。ただ警察にどんな証拠があるか今の時点では弁護士にも開示されません。あ、知らないんだ。起訴前は羽村さんの話だけが我々の頼りでして。あ、そうなんだ。そうかよ。それじゃあ八神、お前から羽村さんに聞いておきたいことは。おお、来た、選択肢1個以外は全部あれか、効率のいい質問ってことか。まあでもあれだよね、口論について聞くのはこれは絶対絶対大事だよね。被害者の久米と。あ、よかった。どこで揉めてたんです。スッポン通りに。スッポン通りクラブがある。なんかすげえお名前だな。俺は組の若いもん連れてた。その時に協力会と睨み合いになってよ。ああ、そいつが久米って野郎だった。おー、なるほどね。喧嘩吹っかけたのは頭の方から。ああ、関西の下っ端にでかい顔されたんじゃメンツが立たねえ。ああ、そっちから吹っかけたんだ。俺もまあまあ酒が入ってた。ああ、お酒飲んでたね。それは何時頃です。うん、9時過ぎだ。久米と睨み合いになった後はそれで終わりですか。いや、野郎が逃げようとしたのを捕まえてよ、アムールの中に引きずり込んだ。は、いや、口論って聞いてましたけど。じゃあ羽村さんは大勢で被害者を拉致した。そういうことになっちゃうよね。ああ、アムールはうちの組でケツ持ちやってる店だ。ケツ持ち。で、中にいた客は全部返してよ。しばらく組に焼き入れてた。そこまでやっちゃったの。ただ殺しちゃいねえ。その後奴は裏口から叩き出してやった。あ、でも一応帰ったってことか。俺もそのまま店を出た。12時よりは少し前だ。3時間ぐらいやってたってこと。なるほど。すると被害者はあんたらに無理やり拉致され、朝には目を奪われてた。痛い。俺が警察でも頭を逮捕しますね。まあでもそうなっちゃうよね、この話聞くとね。どれ聞こう。なんか全部さ効率いい気がするけど、でも被害者について聞くのこれ大事だよね。被害者の身元は。ああ、よかった、正解だ。久米敏郎34歳、協力会の下っ端だ。あ、下っ端の人なんだ。久米はカムロ町に一人でいたんですか。抗争中の関西ヤクザが敵地で一人きりってことは。ああ、確かに。ああ、もう一人連れがいた。あ、いたんだ。野郎の兄貴分だろうが名前は知らねえ。協力会の人間は合
わせて2人か。なるほどね。こっちは俺を入れて松金組が5人いた。2対5か。久米の兄貴分はアムールに連れ込まなかったんですか。確かに。その前に逃げられた。やつも死に物狂いだったからよ。あ、仲間分け逃げたんだ。なるほどね。これアリバイについても絶対あれだよね、大切だよね。頭のアリバイはどうなんです。おー、やった。まず被害者の死亡推定時刻は深夜2時から3時の間らしいな。夜中か。その頃どこにいたって取り調べでしつこく聞かれた。実際どこにいたんです。サウナだ。神室町のサウナ御殿。え、本当にいたならちゃんとあれじゃん、アリバイあるじゃんね。ただしそれを裏付ける証拠証言はなしです、ね、あー、そっか、それがね、証拠があれば逮捕されないもんね。そういうことだ。ふざけた話だがよ。なるほどね。え、これさ、一応これも聞いといてみよっか。まあ多分意味ないと思うんだけど。この事件担当してるのはなんて刑事です。神室署組対の黒岩だ。黒岩、新谷先生なら知ってんじゃねえか。ええ、敏腕というより剛腕って評判の刑事です。あ、刑事さんなんだ。前にあった凶霊会の殺しも担当してたはずで。ヤクザをヘとも思ってねえ、気に食わねえデカだ。はあ、あ、でも一応あれだね、全部聞き終わったね。今聞けることは大体聞けた。わかった、よし。こっからなんだろう、証拠とかをなんか見つけたりするってことかな。お、あ、帰ってきたね、熊野町に。お前はこの後サウナ御殿に行ってくれ。一応店員に羽村のアリバイを確かめろ。了解。もしアリバイが証明できりゃ裁判するまでもねえんだがな。確かに。明日報告してもらうぞ。こっちから連絡する。あ、でもなんかこの人あれだね、お仕事中の時は意外と普通だね。ケースファイルに情報が追加されました。ああ、なるほどね。こういう感じでどんどんあれか、情報が追加されていく感じなんだ。お、ここがあれか、なんだっけ、なんかなんちゃら御殿か。ひたすらあれか、あ、サウナ御殿だ、サウナ御殿。そこ行ってあれか、本当にさっきの人がいたか、あれか、アリバイを確認する感じか。え、でもさ、これさ、ここでさ、その人が本当に来てましたよってさ、お店の人が言ってくれたら、あれだよね、アリバイがあるからさ、殺人の仕様がなくなるってことだよね。え、でもなんか来てないですよとか言われそうな気がする。お、サウナ御殿か。事件の夜、ハムーラはここにいたと言っていたな。これでいたらね、解決なんだけどね。え、あ、待って、え、これどこどこ、サウナ御殿って。あ、この人か。このおいたに話聞くのか。どうも、サウナの人ですか。サウナの人ですか。いらっしゃい、どうぞ。あ、なんか優しそうなおいた。客じゃないんですけど、少し話せます。ん？何？あ、覚えてるかどうか聞くのか。された事件のことで、死体の目が抜かれていたってやつ。ああ。刑事が聞き込みに来たよ。あ、来てるんだ。もう事件の時犯人がうちに来てなかったかと。ああ、やっぱそれは聞きに来るよね。あんた何、記者かなんか。まあ似たようなもんです。それで似たようなもんです。松金組の若頭で羽村って言います。事件の日彼こちらに来てませんでした。警察にも言ったんだけどね、あの夜受付は俺がやってたんだ。あ、やってたんだ。まあでもどんな客が来たかなんて覚えてない。ああ、まあでもそうだよね、いちいち覚えてないよね。そうか、このおじさんが頭の顔覚えてればアリバイが成立したのかもな。あ、そうだよね。客の出入りは多いんですか。終電まではね。うちはさ、始発まで時間潰しに来る客ばっかなの。あ、そうなんだ。そうすると夜中は入店の客だけ、帰る人はまずいないのね。あ、ずっといる感じなんだ。なるほど。じゃあ夜来た客はみんな始発までいたと。つまり羽村の入店さえ確認できればそれがアリバイになる。そうだよね。そうそう、警察もそんな風に言ってたよ。事件の夜羽村がサウナに入ったって証拠があればそれで万事解決ってことか。
でもアリバイを示すめぼしい証拠一つも出てきてないって話だったな。言ってたもんね。店の中に防犯カメラはないんですか？客の出入りをチェックするような。そうだよ、カメラないよ。あるけど、うちは3日で録画消しちゃうんだよ。ああ、まあでも大体そういうシステムだよね。だから警察来た時にはもう消えちゃっててね。うわー、大事な証拠が。そうですか、わかりました。お忙しいところどうも。この辺で少し他の人にも聞き込んどくか。おお、なるほどね。サウナ御殿で調査をする。え、誰に聞くの？近くにいるこのお姉さんに聞いてみる。ねえ、いつもここに立ってんですよね。12月3日の夜、サウナ御殿に入っていく客と。絶対このお姉さん覚えてないでしょう。分かんない。やだ、超ウケる。何がウケんのよ。ダメだこのお姉さん、全然頼りになんないわ。え、でもさ、え、ないない、なんか、なにこの人、大丈夫？あ、少しいいですか。12月3日の夜、サウナ御殿に入って。この人絶対わかるわけないよ。俺のことなんて誰も気にしてないんだから。俺だって周りなんか気にしねえよ。あ、やっぱそうだよね。いやでもめっちゃ気になったけどね、自分は。すげえ目立ったもん。あー、ごめんなさい、サラリーマンのお兄さん。向かいにお店があるわけでもないんだよな。あ、あ、あの人なんかあれじゃない？聞けるっぽくない？覚えてるかな？あ、少しいいですか。12月3日の夜、サウナ御殿に入ってったヤクザ。ヤクザ、すごいストレートな聞き方。そんな昔のことを覚えてるわけねえだろ。まあそうだよね。仕事の邪魔だよ。ああ、ごめんなさいごめんなさい。怒らしちゃった。まあそりゃそうだわ、自分だって同じとこ立ってたら絶対覚えてないもん。どうしたらいいんだ。だってさ、近くにさ、お店あるわけでもないもんね。これでもなんか地図上になんかマークついてるけど、これ中入ったりはできないんだもんね。どうすんだ。もう話聞いてみる。またあんたか。もう話せることはないな。ああ、そうだよね。俺もこの年だろ。客の顔なんていちいち覚えてられないんだよ。だって自分も覚えてらんないもん、そんなの。どうしよう。初めてあれだな、行き詰まっちゃったな。これ周りのさ、なんかこっち怪しくない？いやでもここ人通りもないし、あれか、見てる人なんかいるわけないよね。これどこ調べたらいいんだ。あ、なんか、待って、なんかはしごあったぞ。これか？これ何？これどこ繋がってんの？てかこれ登っていいのこれ？大丈夫？なんか不法侵入とかそういうのなんない？なんかこんなところに喫煙所あるんだけど、これこっから建物の中入ると、あ、入れる入れる。こっから中調べんのか、もしかして。これってさ、サウナ御殿の中ってこと？これでもぽいねぽいね。これ待って、これ猫カフェじゃないの、もしかして。可愛いんだけど、やべえ。ちゃんと猫ちゃんいる。でもこの人のお話聞けるわけじゃないんだって。めちゃくちゃ可愛いんですけど。やばくない？しかも、こんなに猫ちゃんいる猫カフェ見たことないんだけど、すげえ。これちょっとお写真撮りたいんだけど、ちょっとお写真タイムにしていいですか、これ。めちゃくちゃ可愛い。ちょっとなんか一匹一匹出るか取ってきたいな。あ、この子いいんじゃない？でもなんかあんまり見ない。中にもいる。なんかみんななんかしてた。あれだな、お顔が、かわいい。めちゃくちゃかわいい。見てこれ、こっち向いて。俺今一瞬こっち、来た。なんかお目目がトロンとしててめちゃくちゃ可愛いんだけど、この子。これ猫好きにはたまらんな。でもこれ絶対メインストーリーと関係ない。こんなとこにも、待って、なんかこの写真やばくない？めっちゃ至近距離でなんかうにゃーみたいな感じだけど。いやでもこれは関係、でもまだ下行ける。これサウナ、これ何？なんて書いてある、これ。ネットカフェだ。
あ、でも店員さんにお話聞けるわけでもないなぁ。あ、出てきちゃったぁ。あ、ネットカフェって書いてあるわ。これ誰にお話聞いたらいいんだ。サウナ御殿で調査をする。やっぱさ、サウナ御殿はさ、あ、え？あ、一応ここにあれだ。お店はあるんだけどさ、これ入れないんだよね。どうしよう。え、なんかさ、ここ入れるとこあるけど、ここであれかな？目撃者がいるのかな？お話は？あ、でもお話聞けないじゃん。あ、え？でもなんかマーク出てるな。え、え？あ、これ別関係ない感じ？え、これ何？麻雀とかもできんの？ここ。すげえ。でもここはあれだな。メインストーリー関係ないな、多分。おっと、ここにもお話聞ける人が一人いた。ちょっとわかんないよ、こんなとこいたら。12月3日の夜、サウナ御殿へ入っていた。いや、でもちょっと離れてるし、この人絶対わかんないでしょ。何か見てたりしないかな。え、見てんの？もしかして。ハムラって男なんだけど。なんか知ってるっぽくない？さあ、知らない。あ、知らないのかい。この町はヤクザいっぱいいるから。そうだよね。え、知ってんの？3日の夜、ヤクザっていうと、なんかこの辺でホストが顔殴られたとか騒いでたな。え、ちょっと知ってるじゃん。ヤクザに。ああ、大した怪我じゃなかったみたいだけど、12時とかもう少し遅い時間だったかな。あれ、それぐらいの時間じゃなかったっけ。事件の夜、ホストを殴ったヤクザがいた。ただ俺が見た時にはもうヤクザいなくなってたし、ホストも少し騒いですぐ消えちゃった。ああ、そうなんだ。今の話なんか役に立ちそう。そのホストがどこの誰とかは分からない。それが分かればな。だってホストってみんな似たような顔してるじゃん。ああ、確かにね。今そいつの顔見ても多分思い出せないかな。他にそのことを知ってる人は？さあね。ああ、いないのか。そうだよね。これ以上聞けないもんね。ありがとう。ご協力どうも。今日はこんなところだな。事務所に戻って休もう。お、一回これでいいんだ。お、メインストーリー終了ということで、八神探偵事務所で休む。あ、じゃあこれ一回戻っていい感じかな。はい、ということでね、帰ってきました。これで一回休んで、あれかな。なんかいろいろ整理したりする感じかな。まあでも今日も頑張ってね。あ、なんかお久しぶりだ。八神探偵事務所。お久しぶりの海藤さん。大丈夫？海藤さん。あれ？海藤さん、もう上がってると思ってた。うち帰っても寝るだけだしよ。さっきまで外で飲んでた。飲んでたんだ。何、ここでまた飲んでんの？俺の酒を。あら、人のお酒飲んじゃって。で、なんか仕事入ったか？え、入ってよ、こう。どら焼きのおかげでうまくいったよ。刑事事件の証拠集め。それも殺しの。源田事務所でか？最近は民事ばっかやってたろ。刑事は金になんねえって。あ、そうなの？ただ今回は松金組の山だからね。逮捕されたのは羽村の頭だ。なんだと？知ってるんだ。事件は。あ、そうだ、海藤さんのこと知ってたもんね。ヤクザ殺し。あの目玉えぐられたやつか。なあ、さっき接見に行ってきた。本人は無実だって言ってる。へえ、そうかい。どうなんだろう。本当にやってないのかな。あれ、帰っちゃうのかい、どうぞ。気取りはしないだろう。弁護すんのが羽村の頭じゃな。あんたを組から追い出した張本人だ。え、あの人そうなの？なんなら今回は俺一人でやってもいい。別に俺は頭に追い出されたわけじゃねえ。てめえで下手打っただけだ。気にすんなよ。お前が受けた仕事だ。俺も乗る。優しい、海藤さん。お顔おっかないけど、すごい優しい人だね、この人ね。はい、ということでね。さて、今日はもう休むか、ということで。まあ、今回はね、じゃあ一回、ソファーで休むの？ベッドと、てか、ここの事務所に何？生活してんのかな、八神さんって。でも、ここで生活してるとしたらあれだね。ベッドとか、お布団ないっていうか、お便所もなくない？ここの事務所。どこで用足してんの？この人たち。すげえ気になっちゃうけど。今回はね、
ここで一回終了にしてね、次回またね、続きをやっていこうと思います。ということでね、ご視聴いただいた方、ありがとうございました。